このクワッドバイク、ミニフィグ乗れるのかな？皆さんこんにちは、ジューシーオールゴブリューだ、ヒルギーだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター砂漠のバギーカーの続きになります。前回の動画でこちらの砂漠のバギーカーを組み立てました。この砂漠のバギーカーが思ってたより大きかったり、パーツがふんだんに使われていて、あとはミニフィグが登場できるというところがすごく良かったです。はい、今回の動画はこちらのクワッドバイクに組み替えます。はい、砂漠のバギーカーの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは組み替えます。完成、クワッドバイクです。はい、全体はこのようになってます。はい、近くで見ましょう。まずここが前面部分です。前面部分はこのようになっていて、この辺りがボンネットで、ここの部分がフロントグリルやフロントバイパーになってます。で、ライトはこれです。はい、側面はこのようになってます。そして後ろはこのようになってます。砂漠のバギーカーとクワッドバイクもテールランプはありませんね。それかこの黄色の部分が実はテールランプだったりして、まあそれはないですよね。はい、上から見るとこんな感じです。まあ一応リアウィングの造形はあります。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。で、さらに言うとこのクワッドバイク、ミニフィグ乗れるのかな。バイクのハンドルのような形になってます。一応乗せるスペースはありますので、ミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。で、このまま転がし走行で遊ぶこともできます。では大きさ比較いきます。まあ、前回とほぼ一緒なんですけど、シボレーカマロ ZL1 と並べるとこんな感じです。高さに関してはクワッドバイクの方が高くて、全長に関してはシボレーカマロ ZL1 が長いです。まあさっきも言ったんですけど、前回作った砂漠のバギーカーがちょっとコンパクトになったと言ってもいいです。で、次はこちら、僕が持ってるレゴスピードチャンピオンの中で一番高いジャガーアイペースイートロフィーと並べるとこんな感じです。あー、高さはほぼ一緒ですね。まあ後ろのクワッドバイクについてはミニフィグ乗ってるので、まあその分結構高く見えます。ミニフィグがなかったらほぼほぼ高さは一緒です。横幅なんですけど、あの僕が持ってるこちらワンダーライドブックとほぼほぼ一緒ですね。はい、レゴクリエイター砂漠のバギーカーのクワッドバイクはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター砂漠のバギーカーをクワッドバイクに組み立てました。このクワッドバイクは最初に作れる砂漠のバギーカーがそのまま小さくなっただけじゃなくて、フロント部分が違う造形になったり、あとはハンドル部分がバイクのようになったり、後ろの造形が砂漠のバギーカーと違うので、これはいいと思いました。あとパーツ自体が少なかったので結構作りやすかったです。はい、今回の動画まだまだ続きます。はい、次の動画ではこちらのプロペラ機に組み替え楽しみにお待ちください。はい、以上ヒラゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おーなら、イエーイ